ですか。あ、お邪魔します、すいません、ちょっといいですか、上がって。これこの肩だから。あ、マジですか。これ長未来、長長、はい、おお、あ、こうなってんだ。ここに貼ってこうやって、お、はい、広いね。中身だ、うん、見ました。後半のキリンの後半、あ、上の井田ね、うんうんうん、あれは終わった踏みだから、あった、あれ、あ、できたばっかり、うん、ああ、あれは行くね、うん、あ、これができたばっかりの船だそうです。え、はい、そんなことですね。今メインはあのメカブとかああいう海藻がいいのかな。ワカメの収穫時期。なるほどなるほど。魚系は何がメインですか。ヒラメ、カレー。ヒラメとカレー。はい、ああ、今並んでたやつそうでしたよね。これは広げてこう並べるんですか。そうなんです。あの、こういうのがあるといけないんで、これが商品にならないみたいなんですよ。それをチェックして。うん、選別するっていう作業で。あ、それはダメなんですか。はい、ちょっと判断難しいんですけど、ちょっと身を見られて1時間前に教わったんで。あ、そうなの、多分ダメやと思う。頼むよ、品質管理。お願いしておきながら結構なんかそう。1箱をこれしくったら2000円ぐらい違うんだっけ。え、ほんと、なんか聞きました。あららららら、これでこの私たちの最後詰めた状態で品質が決まるらしくて、はい、